私は今霊を呼んでいます。カーレムエストラディムイコナプリスタデノラデノラ、来たのね。バナウィチサリトウィチサリトパナウイチサリト。ちょっと待ってくれないな。パナウイチサリト。サリト。サリト。おお、ほう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 、そら確かこういう意味じゃないかと思うな。我が死は我が最大の予言なり。誰なんだ。どこから来た。私をミスカマカス。私のマニとミスカマカスを捕らえよう。わからだすが、川のマニと我を助けよう。ミスカマカスを抑えてくれ、お願いだ。私は今苦しい。お前を殺してやる。なんだあれは。オオトカゲの悪霊を呼んだ。みんな凍りついて。彼がブリーズビーストを呼んだ。北風の悪霊だ。彼は何かを企んでる。もっと悪いこと。のマニトは来てくれない。白人の機械だわ。おいミスカマガス、いい加減にしろ。よく聞けミスカマガス。やめろ、無駄なことだ。あんな奴に負けてたまるか。ハリー、機械のマニトは彼に乗り移ったぞ。
君の愛が彼女に通じた。ちょっと悲しいね。何がだ。ミス・カマカスさん、彼とゆっくり話をしてみたかった。友達になれると思うんだ。そのうち会うこともあるだろう。何を言ってる。死んだんだ。肉体はね。しかしマニトーは生きている。1969年、東京において15歳の少年の胸に腫れ物ができたが、それは次第に大きく発達した。そして医師の診断の結果、それは胎児と発表された。